はい、皆さんこんにちは、ワンダーレベルビーチです。今回は機動戦士ガンダム逆襲の者、プレイステーションのゲームの続きをプレイしていきたいと思います。どうやらこのアムロ編をクリアするとシャー編があるようなので、それも楽しみにしていきたいと思います。ではアムロ編の続きですね、始めていきましょう。和平条約に基づき、ネオジオンの艦隊はルナ2に投降するため発進した。だがこいつはダミー混じりの艦隊だった。シャアのいる本隊はアクシズを目指していたのだ。シャアはアクシズを地球に落とし、地球を完全に寒冷化しようというのだ。我々ロンドベルは核ミサイルでアクシズを攻撃、落下を阻止する作戦に出た。いきなり最終決戦だな。ミノフスキー粒子戦闘濃度散布、総員有視界戦闘用意。第一波ミサイル発射。あれか、ミサイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。ミサイルでアクシズのノズルを破壊する作戦。もしこの攻撃が失敗した場合は、アクシズの内部に潜入し破壊するしかなかった。キッピンファンネルが出てる。こっからニューガンダムですね。ファンネルで勝てるさ。ニューガンダムは僕が基礎設計をして君が整備をしているんだから。それはそうですね。お早いお帰りを。何見るんだ、ね、違う、この時代なんでジェガンです。もしかしたらクエスのアルファジールを含めて連戦になるかもしれないな。いきなりゲームを、しかも接近戦から始まるか。食らった、いきなり食らった。ライフルの残弾がちょっと見れなかったけど20かな。ほとんど20な感じがしました。バズーカーも打ちつつ、射撃戦であまりダメージを受けずにこのギュネイ戦は終わりたいですね。でランチャーもあって、インファンネルもあって、バズーカーもあってなので、まあ火力はやっぱりそれなりにありそうな感じがします。ライフの残弾が22だな。ちょっと打ち終わりを狙われてしまって、まともにライフルをガードもしてくるのか。やるな、ライフルだけでちょっと勝ちたいですね、ここはね。
ビームサーベルを振るのはちょっとリスクがあるので射撃戦で倒していきたいと思います。さあサーベルを抜いてきたな。そうはいかん。ダミーを使ってきた。食らう。くぅ、もらいたくないところでもらってしまったな。一応ファンネルがちゃんと当たったような感じでした。よし、最後バズーカ、ニューハイパーバズーカ。お、アルパチーだ。ルネイをやったの？ラチャターが、ミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。サイコムが引っ張ってくれば逃がさしないよ。邪気が来たなってやつですね。さあ、ここからアルパージュル戦ですね。アルパージュルってアイフィールド持ってたような気がするんですけど、これ効くのかな。あ、当たってはいますね。ちゃんとね、攻撃が入ってる感じがします。足はあんまり止めたくないんですけど、バズーカ打つときはどうしても足が止まってるように見えますね。すごいピンファンドで、うわー、ファンネル同士の打ち合いだ。食らったー。めっちゃ食らってる。想像以上に食らったな。こっちもファンネルをしっかり開けたんですけどね。アルパージュルのファンネル食らってしまいました。直撃。ハサウェイ出てこなかった。ちょっと改変された感が最高。うわ、チェーンか。ハサウェイとクエスの間にさ、入るとアルパージュル撃墜するシーンだ。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。シャートの最終決戦は、別のステージになるみたいですね。ちょっとアルパージェルとの戦い順調だったんですけど、で最後ね、ファンネルがお互いに直撃し合うというところがちょっと残念だったかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、いよいよシャートの最終決戦、プレイをしていきたいと思います。